ダンジョン飯永久探索ラジオ。ダンジョン飯ライオス役の熊谷健太郎です。マルシロ役の千本木さやかです。現在放送配信中のテレビアニメダンジョン飯を毎回ご飯を食べながら振り返り、食べ終わったらその日の終了、その日の放送が終了するラジオ番組がスタートしました。ちょっとなかなか読み慣れない文言で動揺してるんですけど。そうですね、食べ終わったらっていうところで、どういう番組も読めてない、ちょっと皆さんハテナが頭にあるかもしれませんが、音声のみなんですけど、お付き合いいただければと思います、はい、さあテレビアニメダンジョン飯ですが、今年の1月から放送中でございまして、ねえ、なんかあっという間に、もう今1月31日ですよね。なんで現在だと、キャベツ煮と多くの回まで、もうあっという間にこんなとこまで来てしまった。アフレコ開始、なんだったらオーディションから考えると結構経ってるんですよ。そうですね、本当にもう1年近く経ってますから。僕もダンジョン飯に関わって年齢が2つ変わる本当ですか？変わりそうなんです。もう本当ですか？フル無視してましたね。熊谷さんの誕生日フル無視してアフレコずっとしてて。本当ですか？言ってないからな。2回も、いやいや、2回目はまだ先ですけど、まだもうちょっと先ですか？まあまあ、もうすぐ、あ、もうすぐ、ちょっと確認しとかなきゃ。いや、やめてください。何ですか？そっとしといてください。もう今言っちゃったんですから。もうダメですよ、今言っちゃったから。まずはということでね、まあ今回第1回目のラジオということで、簡単にですね、ダンジョン飯はどういう作品かというお話から始めていきたいと思います。お願いします。ダンジョン神王でライオスたち一行はレッドドラゴンと遭遇し、ライオスの妹が食われてしまう。命からがら地上へ生還したのだが、再びダンジョンへ挑もうとするも、お金や食料は迷宮の奥底、妹が消化されてしまうかもしれない中、ライオスは決意する。食料は迷宮内で自給自足する。襲い来る魔物たちを食べながらダンジョン踏破を目指すこととなる、ということでダンジョン飯というタイトルにもなってるわけですね。なるほど、いや面白いですよね、まず設定からして。グルメものというか、まあ、ダンジョン飯、まあ、グルメものとこうくくっていいのかとも分かんないんですけど。そうですね、まあでも一応まあ食が割と根幹にあるというところで、はい、ですね、食べるのが魔物ですからね。この作品の設定を聞いた時はいかがでしたか？マジでですよね。あ、一番最初は、まあ、確かにだって魔物食べるってよくわかんないですもんね、想像がつかなくて。だし、生き物としてもやっぱ想像上のものじゃないですか、創作の中にいたりするような、はいはいはい、プラスなんか毒持ってそうとか、なんか硬そうとかいうもの食べるんだって思いながら読みましたけど、最初原作は、はいはいはい、でもなんか、あ、割と致し方ないんかもしれないな、確かにこの状況だと。ああ、あの食べるのはってことですね。食べるのはお金もなくて食料もない、なくてもう最速で行動しないといけないと、うんうん、まあだんだん様子がおかしくなってきたというか、ね、割とすぐおかしくなったというか。そうですね、まあ、なかなかそれだってやっぱじゃあ虫食べていきましょうか、うん、とはならないじゃないですか、ね、このいくら完全栄養食ですよみたいなこと言われても、なかなかね、やっぱ食べ慣れてないものを食べるっていうのは結構きついと思うので、まあ、勇気のあることですから ね、 ね、それをやってます。まあ、全ては妹のため、ファリンのためですよ、はい、ちゃんとそのためですから仕方がありません、はい、ということで、ということでなんかまとめられたということで、この番組も毎回ご飯を食べながら放送をお届けしたいと思います。いや、ここですよ、まあ、この番組聞いてくださる方大体ね、ダンジョン飯のこと知ってくださってる方が多いと思うんですけど、このご飯を食べながら放送をお届けするっていうことがちょっと今回特別感ですよ、うん、そうですよね、音声なんですよ、ね、そもそもこのスタジオでご飯を食べれるっていうのはめっちゃ珍しくないですか、うん、だからあのちょっとスタッフさんから裏話聞いたんですけど、あのスタジオ内で調理をしていいとか火を使っていいとかそういうものを食べていいスタジオを探すのに苦労しましたですよね、やっぱりそうですよね、基本はダメですから、うん、夏季厳禁だって機材もいっぱいありますよ。はい、そんな中本日のメニューをご紹介してもよろしいでしょうか。はい、お願いいたします。本日のラジオ飯はこちらエビとキノコの水炊き。あー、ということでアニメでは第1話でね、大サソリと歩きキノコの水炊きが出てきましたから、はい、それにちなんで、まあちょっとね、さすがに大サソリとか歩きキノコはいませんから、現実世界には、それに一番近い雰囲気の具材を使った水炊きをご用意してくださったということで、はい、こちらにあるんですよ。お腹すきましたね。
お腹空きました。ちょうどいい時間なんですよ今。では外しますね。お願いします。はい。あ、いい湯気。湯気これですか。これがシズル感ってやつですか。これちょっとやばいですよ。あ、じゃあそれでは早速行きましょうか。え、ちょっとあの取ります、取ります。あ、いいですか。はい、お椀ください。はい、回収回収。ごめんなさい、回収回収。うわー、これすごい。あ、豪華。うわ、はい、ちょっと待ってくださいね。あ、なんかあれですね、つゆも割としっかり出汁が出てそうな。そしてこれは何ですか。ポン酢、いいポン酢っぽくないですか、なんかこれ。いいポン酢、いいポン酢きてます。いいポン酢じゃないですか、これ。なんか おしゃれですよ。ほんとだ。おしゃれな、おしゃれなポン酢ってなんすか。いや、でもなんかパッケージがね、博多ってどうですか。あ、ありがとうございます。はい、あー、いいですよ。キノコは入ってますよね。入ってます。あ、熊谷さん2月16日誕生日なんですか。 あとちょっとじゃないですか。あの、え、今ですか。今ですか、唐突だな。それはちょっと申告していただかないと。そう、僕も誕生日ですって。もう忘れられてると思ったんだけどな、さっきの流れ。いや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 、はい、ということで、いただきね、あのまず器によそっていただきまして、はい、ちょっとこんな、え、これ喋れなくなるんですよ。まともに喋れる気がしないんですよね。怖すぎるんですけど。ちょっと皆さんが想像してる以上にやばいですよ、この現象が。配信の時間って何時ですか、だいたい。夜たい、夜たい、いいですね。これは皆さんも食べてほしい。水炊き翌日の食事かな。ご飯食べながら聞いていただいて、ね、 でも我々が食べるものにちょっと惹かれても今からだと間に合わないだろう。どうだ。あ、いい音。割り箸終わりました。それではじゃあ早速行きましょう。はい、ダンジョン飯迷宮探索ラジオ、いただきます。いただきます。あ、おいしい。あ、めちゃめちゃエビのお出汁が出てる。ダンジョン飯迷宮探索ラジオ。熱い、熱々。はあ、あ、改めましてライオンサークの熊谷です。待って、めくってない。マルシル役の千本木彩子です。はい、ということで引き続きね、水炊きいただいておりますが、いや、これ熱々ですよ。これポン酢つけなくてもめっちゃ美味しいですね。すごくちゃんとお味が、うん、いや、しかもまた今日が寒いんですよ。収録日がものすごく、うん、これがまた染みますね。染みます。おいしいです。このエビが、エビが、まあ、エビ食べました。原作だとアニメだと大サソリなんですけど、食べてください。エビプリプリですよ。いただきます、ね、うん、どうぞ。はじけるね。うわ、あっこ、あっつい。うわー、これいいなー、おいしい。早く食べさせろ。早く、 あ、我慢できなくなってきた。早く食べさせろ。ということではここでですね、一緒に食事をとる本日のゲストのご登場でございます。こちらの方です。チルチャック役のトマリアスラです。よろしくお願いします。早く、トマリにも、トマリにも早くよそってあげないと。ずっといい匂いがしてるんだよ。目の前で二人食べ始めるし。やばいやばいやばい。いや、でもこれ美味しいですよ、本当に。もうスタジオに来た段階からもうスタッフさんたちがもう丁寧に調理していただきまして、ね、そうそう、ありがとうございます。いや、見せられないのが残念だな、もう。いや、ちょっとたまに食べてくださいよ。いただきます。うわ、お箸と、椎茸にも綺麗に飾り切りがちゃんと、ね、素晴らしいですよね。え、すごい。うわ、くわ、食べれなくなる、喋れなくなっちゃう。焦りすぎて開かない。焦りすぎて焦りすぎて開かない箸、箸、箸。じゃあせっかくだから僕ちょっとこのポン酢使ってみようかな。なんか可愛くないですか、パッケージ。ほんとだ。え、使ってみてください。どんな感じなんだろう。ここに お椀にね、入れてちょっと注いで。はい、あ、内蓋が、内蓋がちゃんと新品だ。召し上がってくださいね。はい、あ、今ね、すみません、丁寧にスタッフさんに箸を開けていただき、もう箸の袋すら開けられない私です。ありがとうございます。あ、いい匂い。うん、ポン酢いい匂いですか、これ。うんうん、ダイダイスってなんていうんだろう。このお酢の名前初めて見る。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。いただきます。
そんな白菜そんなチョロだけじゃなくてもっと食べて。ゆっくり味わいたいんだ。ゆっくり味わいたかった。マイペースに。おいしい。うわー。早く食べてほしくて。うわー。エビも入ってる。エビも入ってるよ。エビも食べて。いただきます。映像じゃないからついつい見ちゃいますけど、ラジオですよね。うんね。おいしいよなのよ。おいしい。エビおいしい。よかった。ブレブレだい。食べて。はい、ということで食事をしながらなんですけども、はい、僕らが演じてるキャラクターについてちょっと説明していきます。はい、なんかちょっと あこのポン酢うまえあ本当にあ全然変わる、さっぱりして、マジか。じゃあちょっとお二人召し上がりながら、ちょっとお耳だけ貸していただければと思いますけれども、いただきます。まずですね、私演じるライオスでございますけれども、はい、職業剣士ですね。まあ、あの迷宮について魔物について豊富な知識を持っているパーティーのリーダーでございます。魔物への関心も強く、魔物の味にも興味を示すように、まあ、これに関しては第1話でチルチャックがだいぶ辛辣な言葉を投げかけてましたけれども、あいつね実はって魔物が好きで知っていくにつれてどんどん味も知りたくなった人。それでもどうなんですかね、知りたいってやっぱ思うもんなんですかね。なんだろう、ちょっとあの研究していくと、あの別の方の別の作品でもないんですけど、実在の方のお名前出して恐縮なんですけど、さかなクンさんちょっと近いのかなと思って、さかなクンさんめちゃくちゃそのお魚大好きだし、研究者としての一面もありますけど、お魚食べるのもめちゃくちゃお好きじゃないですか。確かに、いにしえのあのさかなクンさんが一躍有名になったあの番組、食べるのもすごかったですからね。一切れとかだけでこうちっちゃな一切れでこれは何の魚だとかバチバチ当ててましたから、すごい。やっぱ味まで知ってこそやっぱそれを好きと言える。完全に知ることなの、ね、確かにそういうことかっていうことにしておきましょう、怖いな。そしてレッドドラゴンに妹のファリンを食べられてしまい、消化される前に妹を助け出そうとしている、はい、ここが兄弟のね絆が、はい、ね、それのために魔物を食べながらダンジョンの神王に向かっているというところでございます。ライオス演じててどうですか。難しいです。難しいですか。なんかこのやっぱアニメのアフレコだって原作を通して、なんか何となくこのライオスの、まあ、骨格的なところがちょっとつかめてきたかもと思っても、やっぱりライオス自身が冒険を通して仲間たちとの距離感も変わってくるし、この直面する場面場面であれでもここどうなんだろうが未だに連続で来るので、なんかこのライオスが考えているこの思考のフローチャートというか、この筋がやっぱ未だに見失っちゃう瞬間があって、チェックしててもそこをこう、うんうんなりながら未だにやってる感じですね。なんかそういう意味でこう後ろで見てると結構その監督もそうですし、音響監督もやっぱスタッフさんたちとあと熊谷さんとでこのライオスを作り上げてってる感じがすごいなんかしてる。わかる。結構監督にもおっしゃっていただいたのが、僕はこう思ってました、でもやっぱ熊谷さんのセリフ聞いて、ああこっちだなっていうのもよくあるし、本当になんか一人でライオス像を作り上げてるというよりは、まあ音響監督さんだったり宮島さんだったり、まあ本当にチームでこうライオスってこうかな、ああじゃないかなっていうのをやってる感じですね。本当に難しいキャラクターだから、思う、ね、確かに法則性のようなものがあるようでないから、あ逆に今度は喋り始めると手止まっちゃう。食べてくださいっていうジェスチャーがあんま見たことないですよね。食べて食べちゃうもんだけどな。じゃあそんなね、ライオスですけれども、続いて私が演じるマルシルですね、マルシルはですね、パーティーでは攻守にわたって活躍する魔術師のエルフでございます。ゲテモノが苦手で魔物を食べることをかなり躊躇しています。かなりね、まあゲテモノは苦手得意な人いんのかって話ですけど、そもそもそうですね。でもちょっとまあいろんなことを考えてますよ、やっぱそれを食べて食中毒になったらどうすんの、っていうことを踏まえて、いやいや食べなくてもいいじゃんっていうことを私は強く、マルシェルは強く言ってるわけで、リスクマネジメントなんだと。そうですそうです、別に食べこれ食べたいこれ食べたくないっていうわがままではなく、
リスクマネジメントでした。そうなんだ。ただやっなんだその言い方は。なんでもいいって。確かに、なんでもいいって言ってこれは嫌だって、まあね、そういう時もあるけど、それはもう女の子だから許して、本当に。厄介なのが、マルシル以外の3人が、っていう反応しちゃうから。確かに。さっきと言ってたこと違うじゃん。おかしいんだよな。そんなことないんだよな。だって本当にみんな言ってる、冷静にならなくても、マルシルってごくごく当たり前のこと言ってくれてるんですよ。ね、だって本当にやばいじゃん、そんなの食べて、うん、毒でも私はね、てかマルシルはこう回復させなきゃいけないから、ね、そういう意味でマルシルが倒れちゃいけないし、うん、確かに、うん、それが、ね、そこがちょっと相入れないですけれども、まあ、なんだかんだ ね、食欲に素直なところも可愛いですよね。はい、それはね、もう元が素直なので、いくらそう言ったってお腹は空くし、うん、食べたら美味しいし、うん、やっぱその空腹は最大のスパイスだと思うんですよ、うんうん、なので本当に極限じゃないですか、きっとギリギリまで、うん、ね、食事してる最中も魔物は襲ってくるかもしれないし、うん、やっぱ危険があるので、うん、そういうのを考えるとやっぱお腹空いてる中にあんないい匂いがしてきたら、うん、やっぱ美味しいよなっていう、うんうん、ね、しみると思いますよ。まあまあ素直な女の子でございます、はい、確かにそう、はい、そうなんです。そんなマルシルでございました。はい、本当に可愛いんだから、もう本当に可愛いんだから、可愛いんだから。それチルジャックも可愛いですよねえ、はい、すごいなんかアニメなんかより可愛らしさが増したような本当感じが、なんでしょうね、なんかスマトマリンの声も相まってじゃないですか。本当ですか。やっぱ少年ボイスにやられてることたくさんいらっしゃいますからね、あれはだとするとすごい嬉しいですけど、ね、いい声してる。本当にありがとうございます。評判届きます。チルチャック声ぴったりだ。ね、チルチャックめちゃくちゃいいって声すごく届きますから、ね。やだ、もう水炊き食べちゃおう。なんでなんで。嬉しくなっちゃう。でもチルチャックもやっぱりそうですね。なんかこうやっぱ難しいところがどうしてもあって、やっぱ。私よりもだいぶ大人っていうか考え方が、ビジュアルとのギャップがすごいじゃないですか、うんうん、あの人ってやっぱ仕事にねすごいちゃんとあの責任を持って、うん、やっぱね、やってるっていうところと、うん、何でしょう、こうだから、ま、もうちょっと先になっちゃうかもだけど、心情をやっぱり吐露していくところとかが、うん、やっぱそれこそやっぱずっと自分の中でなんか言いたいことは分かるけど、うん、こうなんか感情ってどういう風になんか持ってくのかなとかをやっぱずっと悩んでる時に、やっぱ家でその原作を読んで、うーん、表現しきれるだろうかわからないって、映像いただいて台本いただいて、うーんってなってるところで、現場に行ってみるとなんか不思議なもので、なんかこう皆さんと一緒にね、なんかお芝居してるとなんか自然とその流れになっていくから、とかなんか本当に何でしょう、こうなんかやっていくうちになんかだん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 チルチャックってこういう感じだったん、なんか気持ちだったんだなっていうのがすごい分かるようになったのが、なんかすごい本当に深みのあるキャラクターなんだなって思いますね。まあみんなどの、いや、あの、分かりますよ、あのすごく素敵な大事な話してくださってるんですけど、食べなきゃは食べなきゃで、なんか食べなきゃ、なんだろう、なんだろうこの絵と思って、いやいや、もうこれは、ね、家ですよ、そう、なんかこれは、うん、なんか鍋パしてる感じ、うん、鍋パしてる感じで、最近仕事どうなのみたいな、そう、いや実はさ、エビがゆっくりお食べ、かかる、ゆっくりお食べ、あ、スライムっぽいのがいる、あ、これはあれかな、ね、マロニーちゃんかな、いやちょっと待って、一回もエビですか、エビが喉に引っかかりますあの白菜のあの端のとこが今どうしよう、これなんだろうな、うん、食べ始めて落ち着いちゃうと仕切り直しが分かんなくなる、分かんない、うん、まあもう気楽にここはね、なんでチルチャックもね、ハーフフットで、うん、結構本当チームの中では建物のね構造とかこう罠とかを担当してくれてるので、うんうんうん、すごいなんか俯瞰で見てくれてますよね、うん、いろんな物事を、そ う,、ね、そうだねとか言っちゃった、ごめんなさい、いやいいんですよてかアメリカで言ったじゃないですか、もう俺なんかに敬語使わないでください、
あ、確かに言ってたかもしれない。本当ですか。このやりとりが、いや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 、ね、本当に。いやでもそんな3人をね、はい、もう新しい仲間として、そうなんです、はい、魔物職のスペシャリスト戦士、うん、ドワーフの戦士が、ダンジョンにまた潜り直すときに、え、おかわり、 あ、いいですか、はい、ありがとうございます、はい、仕切り直したのに。すいません、すいません、すいません、申し訳ない、すいません。続けていただいて、はい、ということでまたその戦士も含めた4人で迷宮奥にいる妹を食べたレッドドラゴンを目指していくんですけれども、うん、そんなドワーフの戦士はですね、中博史さんが、ありがとうございます、演じられておりまして今私がお椀を渡したのでありがとうございますと熊谷さんをおっしゃいました迷宮内での自給自足にこだわり、長年魔物食を研究してきたスペシャリスト、食事の作法や魔物食にこだわるあまり、まあ、常識がずれているような部分もというところなんですけど、まあ、とにかく戦士の存在がライオスパーティーの QOL を爆上げしてくれてると、うん、そうですね、本当にそう。いや本当、戦士と出会ってなかったらあんな旅できてないですよね多分、まあ、もっと早い段階で脱落してるんじゃないかなっていう、うん、ね、そうですよね、多分本当にマルシルが恐れてた食中毒が、うん、多分速攻で起きる、ね、うん、その場合の対処法みたいのも多分分かんなかったと思うんで、うんうん、何に当たってるかがまず分かんないから、確かに、もう本当に、あとあの太いあの手で指で、うん、繊細に調理していくのがまたすごくいいんですけど、中さんのお芝居がまた、なんだろう、あのチャーミングさと渋さとがこのすごく素敵なバランスで、そうですね、配合されてるというか、なんかもうちゃんと食材が見えるのがやっぱすごいですね、うん、音だけ、戦士の言葉だけ聞いてても、うん、調理の映像ってかなり浮かんでくるので、うん、いやーもうほんとご愛好も本当にいろんな、うん、魔物食出てきますので、うん、ぜひぜひ、あ、いや、パンパンパンのシーン思い出してね大好き、多分 そ、ね、そのあたりのメールも来てるのかな、ああ、もしかしたらというところで、続いてですが、こちらをお届けいたしましょう、ライオスの魔物語。わあ、魔物に飽くなき探求心を持つライオス、それにちなんで、うん、この番組の放送回までに登場した魔物を中心にアニメを振り返っていきましょう、まず第1話、水滝タルトに登場した魔物が歩きキノコ、大サソリ、スライム、人食い植物でございます。はい、今実際私たちがいただいてるのが、まあ、それを模したというか、うん、ところで、おお、エビ2匹入ってる、2匹入ってる、嬉しいなんですけど、いやいや、え、お便りがあるんですか、ありがとうございます。それでは、はい、ペンネーム第08アンコロモチさんからいただきました、ありがとうございます皆さんこんにちは、こんにちは、第1話を見た感想ですが、絵柄とどこかゆったりとした世界観がとても好きです、うんうん、あっさり食べられる妹やスピード退職するパーティーメンバーなどツッコミどころも多く楽しかったです、うん、そして魔物料理美味しそう、これからもアニメ、うん、ラジオともに楽しみにしております、うん、といただきました、ありがとうございま す。書き方次第であんなに面白くなっちゃうんだあっさり食べられる妹にスピード退職するパーティー 今食材の話してるのかなって思ったら、悪いんだ、あっさりって言うと ね、味があっさりの方かなと思っていや、そっか、確かに漫画で読んでるとやっぱ自分のペースで読めるから、うん、あんまそんな感じしてませんでしたけど、うん、確かにアニメだとね、あのスピード感は確かに早いですよね。そうですよ ね、うん、ただでもこのシーン的なその盛り上がりのスピード感もありながら、うん、なんかどこか会話の中のすごくゆったりした部分ゆったりしてるし、うんうんうん、なんか言葉は早くてもなんかすんごく緩急ある仕上がりになったんじゃないかなと思ってて、確かに確かに、いい1話ですよ ね、うん、ね、いきなりキノコ口にするとは思わなかったけどなって思う最初は、いやでもね、キノコを切ってね、うん、あれですけど、戦士はこの表面は食べない、うん、うん、やっぱああいうのもね、私たちも分からないですから、あの足から下から3センチとか、そう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 、実際にだから自分で食べて確かめてるってことですよね、ここまでは美味しいけど、うん、そうなんじゃないですか、とか、まあね、選手の今までの人生の中での経験値、うんうん、だからね、大サソリもちゃんと綿取ったりとかして、うん、確かにエビのようにやってたから、細かい下処理をね、この入ってるエビも綿取ってあったんで、うん、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。何が一番食べてみたいとかあります、この中か、うん、
やっぱタルトかな、植物なんかそのバラセリア種と何種でこの味が違う。マルシェにも食レポ、うんうん、食レポしてくれてましたけど、うんうんうん、こっちはあの味が濃くて、こっちはみずみずしくてみたいなあったじゃないですか、うんうん、まあ、その食べ比べっていうのをやっぱしてみたいですよね。確かにそれはね。あとスライムもでも食べてみたいですよ、高級食品スライム。あのマルシェのうわ美味しいのところが、うわ美味しい、あれ本当に美味しそうだったから、うん、本当に美味しい、美味しそうだったね。やっぱね、絵がつくと全然違いますね、うん、ありがとうございます。続いてじゃあ第2話いきましょうか。はい、第2話、ローストバジリスクオムレツかき揚げに登場した魔物が、バジリスクマンドレーク王侯盛りでございます。こちらもメールいただいてますよ。こちらペンネームリサさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。男女飯毎週リアタイしてるのですが、ちょうど小腹が空くタイミングでいつも飯テロに会っています。これまでの話で一番印象に残ってるのはバジリスクと戦う時のライオスの規制です。あ、収録時の裏話などあったら教えていただけると嬉しいです。うん、まあ、収録時じゃないんですけど、うん、あの今回配信のところが、配信がこの吹き替え版、あ、はいはい、あのネットフリックスさんで6だか8だか、はい、多言語でこう吹き替えられてる時に、ライオスの規制の聞き比べすんのがめちゃめちゃ楽しくてそれは楽しみですね、うん、はいはいはい、意外な発見があるんですよね、うん、あ、ここは僕の原音生かされてんだとか、うんうん、国によってね違いますよね、はい、なんかこの、うんうん、鶏、そもそも鶏っぽい鳴き声って、うんうん、それこそカカドゥルドゥとか、うんうんうん、日本でコケコッコとか違うじゃないですか、うんうんうん、あ、その辺のやっぱこの言語の鶏の声の聞こえ方、うんうんうん、あ、こういう風に聞こえてんだっていうのもありますし、うんうん、なんかあと勝手に僕があのシーンやるのすげえ楽しかったんで、うんうんうん、各ライオスの声優さんたちもあそこ楽しくやってんのかなと思いながら見てましたけどへー、そんなのもちょっと男女飯の楽しみ方でもありますよね。確かに本当にいろんな国によってパーティーの ね、なんかあんなにいっぱいなんかこうバージョンがご用意されてると思ってなかったので、うん、なかなかないですよ ね、うん、言語選択でブワーってきた時にんどこまで行くんだこれってあれ翻訳自体も二十何カ国とか結構ね、字幕もすごい、それがまた面白いですよね、うんうん、なんかあのバジリスクの規制のシーンに関してはそんなリテイクされた気がしてないような、うん、テストと本線で規制関係はあんまないかもしれないです。私もマンドレイク抜いて、うんうんうん、はーっていうところも一発本番で、でもそうだったかも、うん、だけだった、うん、毎回それの後の音響監督さんが面白いですよね。いや今の汚くてよかったです今の気持ち悪かったですね、いただきますっていう一言コメントがね、褒められてるはずなんだけどワードとして褒められてるなっていうのがめちゃくちゃ多いですけどね。いや本当でも2話は結構象徴的な感じというか、うんうんうん、この1話で彼らがどういう人物かお目見えが終わって、ね、じゃあどういうことをっていうのが第2話だったので、うんうんうん、結構勢いもあったような感じがして、うん、いい2話、これもいい2話でしたね。でしたね。はい、続いて第3話参ります。うん、第3話、動く鎧に登場した魔物は動く鎧です。動く鎧ですよ、これがね、また、まあ、衝撃ですよ、うん、これあの宮島監督が事前にその放送前にアップしてた、違うな、あれはプロデューサー志田さんだったかな、うん、金属が食えるわけねえだろうっていう丁寧な振りをされててスタッフチームでなるほど、そんな第3話にもですねメールいただいております。はい、ペンネームメガフェップスさんからいただきました。はい、ありがとうございます。熊谷さん、千本木さん、そしてゲストのとまりさん、こんにちは。こんにちは。私は特に第3話の戦士とチルチャックが共同作業をしてかき揚げを作るシーンがめちゃくちゃ好きで、うん、配信サイトで何回もリピートして見ています、うんうん、ありがとうございます。それぞれのキャラクターの適材適所を生かした料理作りで一緒に料理を作るって素敵なことだなと改めて思いました。また動く鎧を調理するシーンで、戦士が内臓を取っている時に、画面の右下からライオスの指がスーッと伸びてきて、ライオスの魔物に対する好奇心が細かいところにも表現されていて大変面白かったですといただきました。細かい表現って方になっちゃうんですけど、うんうん、そのライオスが内臓だけでも持ち帰ろうとするとこもあるしあのマルシルはその動く鎧のスープ飲んでたじゃないですか。はいはいはい、これ結構皆さん
その感想とかでもつぶやかれてる方とか多かったんですけど、うん、小指の表現、あー小指の表現ね、見逃している、めちゃくちゃあれがすごいんですよ。ちょっと、うん、なんか物持つと小指がこう上がっちゃうじゃないですか、はいはい、もうまさにそんな感じ でこの動きに合わせた絶妙な動きもそうだし、 あと目、はい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 、はい、多分自分が食べたことあるものとかと照らし合わせてんのか考えながらなの目の、うんうん、本当に細かい動きが、うん、そういう表現がすげえ詰まってる回だなと思って、うんね、第3話って本当に、ね、トリガーさんの描く絵が、うんうん、本当絵がお芝居をしてくれてるので、うんうん、私たちがねリアクション入れなくても、うん、本当にそこに生きてて動いてるなっていうのが本当に感じるから、第3話とかは特にね、うんうん、そんな感じでなんかトリガーさんらしさも入ってたし、ね、原作の良さも入ってたし、うん、いい3話、同じことしか言ってない、いい3話でしたね、いい2話でしたねとか言ってないけど、でも一番ライオスが怖かった回だなって、うん、私はなんかあの、はい、この4話の中であの4話あの3話3話のあのそう動く鎧がね、うん、実はこういう魔物だったって分かった時にわあどうなってるんだろうって言って鎧倒してさどんどんバラバラにしてくるのが結構容赦なくバラバラにしてたからすごい怖かったあれ、ね、どうなってるんだがブチみたいな、それで言ったのがうん面白いですからね、そうやっぱ本当研究者みたいな立ちですよね、気質としてはそうなのかもしれないですね、うん、探究心がね、うん、そうだねそうだね、我々はねそのライオスをほら知らないからはいはいはい、はい、確かにそこまで見てないですかね、彼らは見てないですもんね、見てないです、必死にね、はい、そう襲い来る鎧をね早くしてってね、そうそうそう、おかしいなかっこよかったと思ったんだけどな、でもへでもここで初めてねアクションちょっとね、そうですね、本格的にかっこよかったね、かっこよかったっすね、うん、本当に映像作りも素晴らしくて、うんうん、ということでね、はい、続きましてがですね、まあ、最新の話はですね今、放送と配信されているもので言うと、はい、第4話キャベツにオークに登場した魔物が、ゴーレムでございます、こちらもメールいただいてます、はい、こちらペンネームスターブライト飯さんでいいのかな、うん、参加いただきましてありがとうございます、ありがとうございます、アニメ4話でパンを焼いているのを見ていると昔に手作りでパンを焼いていた頃を思い出しました、僕はドライイーストで作っていたのですが何回かやると全然膨らまなくなってきて失敗するようになり、原因はドライイーストの保管がダメだったようで普通に死滅したようです、金の精子は見た目ではわからないので戦士の眼力か嗅覚で使えるものだと判断したのはさすがだと思いました、確かに、皆さんは第4話でパンを焼いてみたいと思いましたかというと、あー食べたいって思っちゃったでも私ねちょっとホームベーカリー探した、探したの、ちょっとうわー焼きたてのパンお家でー、まあいいっすよね、あのでもあのちぎりパンみたいな、そうそうそう、あれがね最高ですよね、全部美味しそうだった、美味しそうだった、あとオークが作った鶏のピリ辛炒め、あれもめっちゃ美味しい、クレープとね、そんなおしゃれなことしてんのオークたちみたいな、マジで意外とエスニック風な感じなんだ食事みたいなねえ、食欲をねちゃんと刺激する美味しそうなご飯、なんか久しぶりに感じた、あ、うん、こういうあ普通の食事だみたいなそうですよねわーみたいな、確かに多くは別に魔物を食べようっていう感じじゃないからね、うんうんうん、私あのワスに関しては食を通して何をするかみたいな、うん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 、その生き物だったり野菜だったりをいただく、その食への向き合い方だったり、はい、この食事を通して誰かとのコミュニケーションを取ることの、なんだろう、割とだから食べることに対する根幹の詰まってるような回でもあったと思って、うんうんうん、確かにみんなでね料理を作るっていうものは、うんうん、皆さんお椀の中身は空になりました、食べちゃったよ、喋るの夢中になっちゃった、なんだったらもうガスコンロが出てきたのでここで火を、あほらちょっと冷めたおつゆを温めることもできますか、うん、聞きますラジオでカッポないでそんな、まだキノコもエビもありますんで、うん、やったー、はい、食べたい、あ、いきます、いきます、いいんですか、いいんですか、わわわわわ、え、ちょちょちょ、うん、すいません、ありがとうございます、全然です、本筋で外れたらのこのこのポン酢が本当美味しいんだよね、そう美味しかった、うん、なんだ、うん、本当になんかこたつ欲しくなる、あ、は、忘れてたということでですね、次回もこのコーナーやっていくと思いますんで、次回どんな魔物が登場するのかお楽しみに。何
ダンジョン飯。迷宮探索ラジオ。引き続き本日のラジオ飯、水炊きを食べながらお届けしています。はい、続いてはこちらのコーナー、マルシルのやだー。物を食べることを躊躇しているマルシル。それにちなんで毎回テーマを設けてリスナーからメッセージを募集、はい、私がマルシルの代わりにありかやだをジャッジしていきます。はい、はい、今回のテーマはこちらです。食事に関するありやだ。やっぱね、男女飯はあの大きなテーマである食にちなんでありかやだをジャッジして、欲しいことを皆さんに送っていただいて私がジャッジするという、はい、なっております、はい、これは食に関するか、どうですか。結構分かれますよね、食って。うん、まあ、こだわりある人は本当にすごいですよ ね、そうですよね。ちょっともう現時点でだいぶ時間が経っているということで、うん、俺も、はい、皆さん気づいてなかったかもしれないですけど、もうだいぶ時間が過ぎているということで、本当だ、早速やっていきますよ。はい、じゃあちょっと、まあ、皆さんね、初めてこのコーナー聞くので、うん、はいはい、どんなもんかなということで、まずちょっとお二人から、はい、食事のなんかあれば私がありかやだかを判定するので、うん、いいんですか。ちょっとじゃあまず熊谷さんから行ってみますか。うん、まあ、ありやだというかどっちか提案にもなってくると思うんですけど、はいはい、あの沖縄ってあのイラブっていうものがあるんですよ。そのイラブを使った出身が沖縄だから、はい、僕沖縄出身で、そこであの古くから元をたどれば宮廷料理になるイラブ汁っていうものがあるんですけど、それがあのすごく疲労回復だったり需要競争だったりとかにも良くて、で、まあ、今この季節、まあ、寒くてちょっとね、あの体調崩しやすいとか、まあ、年始の休みも明けて、まあ、ちょっと疲れも溜まってくるところだと思うので、はい、まあ、一個提案というか、はいはい、なんで、千本木さん、海蛇食べてみよう。あり、あり、いや、やっぱり、はい、やっぱ食べてみないと分かんないですけど、うん、海蛇がどういう風に調理されて出てくるのかも分かんないですか、うん、今の私は。確かに、はい、なのでそれはちょっと一個知識に入れてからありかやだを判断したいなと、うん、なるほど、素晴らしい。ありかなしかっていうので、うんうん、ちょっとまず最初はありかなと。じゃあ沖縄来た際にはぜひイラブ汁。ちょっとやだな、でもな、なんかちょっとやばそうな。どんな味ですか。あのまずのイラブ、海蛇が燻製にされてるようなものがあるって、それを、まあ、戻して、うんうん、バンってぶつ切りにして、はあ、戻したの、まあ、豚骨だったり、まあ、カツオだったり、それはお出汁はお店によって違うんですけど、うん、で煮たスープなので、そこまで僕が一回食べさせてもらったところがすごく上手だったのか、うん、そんなに癖もなく本当に美味しい豚骨ベースのおつゆって感じですね。よかった、じゃあいけるかもしれないですね、うんうん、見た目がちょっと黒いので蛇が、そこがクリアできれば全然いけるんじゃないかなっていう。目つぶってちょっと一口パクリと行ってみたいと思います。おー、美味しそう。じゃあ次はタマリンから。そうだな、なんかあの私米が大好きで、はあ、そう、米はとにかく大好きなんだけど、何でも食べれちゃうんだよね、お米で。はい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 、そう、チョコと米って一緒にいける？タマリンはいけるの？やだやだよ、トマリはいけるの？いけるんだよ、だって甘いものとは甘いものだよ、まあ、まあ、米も甘いけど甘さがちょっと違うじゃん。トライ用によってはチョコ餅みたいなね。そう、トライ方もできるかもしれないですね。めっちゃいいトライ方してるじゃん。寛容だった。何？あの小豆、なおはぎみたいな。そうおはぎがいけんだったらいける？そうだよ、米と、うん、行ったことあんの本当に。ちょっとな、どうなんだろうこの反応。じゃあ今度一緒にね。そうだね、一緒に挑戦してみよう。いっぱいかけよう、チョコ。いっぱいかけよう。なんだそれ、意外と好きでやってるなこの人。なんかそう、甘いものだって合うじゃん。いやー、米は万能だよ。嘘だな、私はこれ嘘だと思ってるよね、これは。まあでも米のね、懐の深さはすごいですから。いや、そうですね、はい、じゃあこっからはですね、こんな感じでやっていきますよ。はい、はい、実際にメールもすげーたくさんいただいてますので、ありがとうございます。はい、でやってみましょう。はい、こちらがペンネーム爽快ぼっちさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。食べ物を
床や地面に落としてその後どうするのか人によって違いますよね、うんうん、私は洗ってなんとかなるものならセーフという認識で生きています、うんうん、ダンジョンの床に落ちたものはあんまり食べたくないな。専門医さん、はい、地面に落ちたけど気にせず食べてみよう。さ、ちょっと、やだこの場合があるじゃん、やっぱりそうだね。いやでも無理だ、やっぱ無理無理、やだ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 。 今3秒ルールみたいなのあるじゃないですか。だってどこの地面ですか。家だったらわって言ってちょっと洗って、うん、あれですけど、うんうん、道路無理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 まあまあ何がね落ちてるか分かんないですから。確かに、ね、そうです、それはちょっとやっぱダメですね。ちょっと落ちたものは、うん、ちょっと、まあ、状態を見つつですけど、ね、うんうん、なるべく落とさないように食べるっていうのが相手それだ、うん、それが一番いい。落とさない、ね、はい、はい、でもう一ついきましょう。お願いします、はい、こちらラジオネームパンナコッタさんからいただきました。ありがとうございます。私はライオスほどではないのですが食への関心が非常に高いです。お、うん、グルメ。そんな私が最近食べたのはコオロギラーメンです。お、出汁を取るために110匹、しかも風味を豊かにするために2種類のコオロギが使われています。味は大変さっぱりしていてコオロギが使われているとは思えない不思議な味わいでした。コオロギと椎茸の香りが豊かな出汁の中にこってりとした油が共存しており、アクセントに柚子が入っているんです。麺にもコオロギパウダーが使われている徹底ぶりで汁がよく絡まって美味しかったです。お三方はゲテモノ料理ってありですか、やだですか。専門医さん、美味しそうなコオロギラーメン食べてみよう。ちょっとやだちょっとやだ出ました。ちょっとやだですね、これは、ちょっとコオロギかヘビはいけるけど、うんうん、なんだろうこの違い、やっぱちょっと身が詰まってそうか身が詰まってなさそうかの違いかもしれない。ヘビはなんかちょっと身が詰まってそうで、ちょっとお魚みたいな、うんうん、ギュッとしますもんね、にもなるんじゃないかなとか想像で思っちゃってるから食べれそうだけど、うん、コオロギは虫じゃん。そうですね、そうね、うん、パリパリしてるからか、うん、いやでもちょっとこの現場でもね虫食べさせていただいたじゃないですか。いただきましたね、はい、この現場に音響監督の吉田さんがこう、うんうん、持ってきてくださって昆虫食を、うん、それでみんなで食べたんですけど、それが結構きつくて食べたけどめっちゃこう込み上がってくる、なんかこの土臭い感じというか、うん、自然の味がしたよね。自然の味が、うん、でそれが結構トラウマかもしれなくてと言って意外と旨味があるかって言われるとそんなでもなかったですよ ね。そうなんですよね。なのででもこれは調理されてるからもしかしたらなら、うん、行ったらいけるかもしれない。でもさちょっとさ、うん、いや私もあのコオロギ単体だったら私意外といけるかなって思ったんだけど、うんうんうん、コオロギ110匹がさ煮込まれてるちょっと鍋を想像しちゃってそこだよね。調理過程を知らなければ、ね、調理食べれるかもしれない。多分これビジュアル的にはコオロギの多分形はない可能性ありますよね。そうですよね、トッピングであるかもしれない。見てました。あ、そっか、うん、トッピングにはねいるかもしれないけど、いるかもしれないですけどそうだね、そうなんです、とコオロギの集合だと思うと、もしかしたら、ね、捉え方がねえ、まあでも美味しいか、皆さん興味のある方はぜひ行ってみてください。お願いします。はい、いいですか、こんな感じで皆様がジャッジしてほしい食に関することをメッセージでお待ちしております。ランジョン飯迷宮探索ラジオ。さあ水炊きもだんだん終盤になってきましたんで、はい、ここで締めの麺取りでございます。いきますよ、うん、じゃあねそうやって本当すんもぐさ全部やらせすいません、本当にありがとうございます、はい、じゃあせんもぐさん麺やっていただいてますんで、はい、じゃあ麺が茹で上がるまでですね、はい、ここでダンジョン飯からのお知らせちょっとやっていきたいと思いますけども、お願いします、はい、テレビアニメダンジョン飯は全国28局にて連続2クール放送中、ネットフリックスほか各配信サイトでも配信中です。毎週木曜日に放送配信をしていますが、その日限定のキャンペーン木曜夜はダンジョン飯が毎週開催中でございます。毎週木曜22時30分から27時に放送配信となる最新話をご視聴感想投稿ご応募いただくと抽選で豪華プレゼントがもらえるキャンペーンあってます。詳細は公式 X 公式サイトをご確認ください。はい、続いて僕読みますよ。あ、え、本当ですか。
続いては原作情報です。シリーズ累計発行部数1000万部を超える久井涼子先生によるダンジョン飯全14巻が発売中です。来月2月15日にはダンジョン飯ワールドガイド冒険者バイブル完全版が発売予定です。2021年に発売したダンジョン飯ワールドガイド冒険者バイブルに、著者書き下ろし漫画秘蔵設定資料を追加、漫画100ページ、イラスト100点以上を掲載。すごい。すごいよね。サイズも B6 サイズから A5 サイズに大きくなった迷宮攻略に必須の超豪華キャラクターブックの完全版となっております。はい。原作コミックスが、完結した物語を網羅していますので、全14巻を読破した方におすすめの一冊となっております。めっちゃ楽しみ。では続いてブルーレイ &DVD 情報です。はい。ダンジョン飯ブルーレイ &DVD ボックスの第1巻が4月24日発売決定です。イエーイ。ブルーレイ第1巻完全数量限定版にはなんとマルシル1/7スケールフィギュアがついてきます。そうなんです。うわ、ありがとうございます。これもめっちゃ可愛いんで、ぜひよろしくお願いします。そして、久井涼子先生書き下ろしイラスト仕様のランチトートがもらえる早期予約キャンペーンも開催中です。各種店舗限定版、店舗特典もございます。詳細は公式 X 公式サイトをご確認ください。はい。ブルーレイ &DVD のご予約はお早めに。ランチトートもめっちゃ可愛いですからね。いいですよね。ちなみになんですけど、はい、麺がねちょっとそろそろかなみたいな感じになってきてるんで、早い早い。ちょっと、まだでも告知あるんでちょっと急ぎ目でいきます。そんなバカな。ということで続いては催事情報でございます。はい。現在秋葉原ゲーマーズ本店にてテレビアニメダンジョン飯ミュージアムが開催中。劇場版ダンジョン飯デリシャスインダンジョン公開時の劇場グッズが再販売しております。さらに場面写パネルの展示などもございますよ。2月18日日曜日までの開催ですので皆様のご来場お待ちしております。はい。続いてコラボ情報です。昨日1月30日よりイオンでのキリンビバレッジまとめ買いキャンペーンが開催中でございます。北海道沖縄を除く総合スーパーイオンにて、すいません、ちょっと熊谷さんの地元沖縄が覗かれてしまってるんですけれども、すいません。キリンビバレッジの対象製品をお買い上げいただいたお客様にダンジョン飯オリジナル A4 クリアファイル全4種のうちいずれか1種類をプレゼントをさせていただきます。数量限定ですのでお早めに。はい。続いてフィギュア商品化情報です。グッドスマイルカンパニーよりデフォルメアクションフィギュアネンドロイドライオスネンドロイドマルシルが好評予約受付中です。はい。豊富なパーツも付属しております。さらにお手頃価格で飾りやすいポップアップパレードマルシルも、予約受付中です。ネンドロイドポップアップパレードともにこれから他のキャラクターも登場予定ですのでグッドスマイルオンラインショップにてぜひチェックしてみてください。お願いいたします。さらにこれに関連したイベントもございます。い2024年2月11日土曜日開催のワンダーフェスティバル2024冬内、ワンダフルホビーライフ 4U38 ブースにダンジョン飯が参加することが決定しております。本日ラジオに出演しているこの3人で遊びに伺います。はい。会場にお越しでない方も YouTube の配信の予定もございますんで、詳細は公式 X 公式サイトをご確認ください。はい。麺はあちょっとね味見というかどうだどうだ。うん、あとちょっともうちょっとかもしれない。あ、まだいける。あ、よかった。じゃあ追い告知好きだったらいけるかも。なるほど。あ、もうちょっといけますね。でもお鍋の締めってちょっとやわめでも美味しいですから ね。じゃあ追い告知いきます。はい。続いてイベント参加情報でございます。はい。今週末2月4日日曜日から11日日曜日まで開催の札幌雪まつり2024にダンジョン飯が参加決定しております。わー、なんと第1話のライオスマルシルのあのシーンが雪像として再現されております。さらに等身大アクリルスタンディや魔物食食品サンプルの展示などを行う展示スペースもご用意します。こちらも詳細は公式 X 公式サイトをご確認ください。はい。さらにさらに今回のラジオで初解禁の情報がございます。おダンジョン飯初の展覧会ダンジョン飯迷宮探索展が開催決定です。おー、
ダンジョン飯放送開始記念初の展覧会がゴールデンウィークに東京空町にて開催、うん、本展覧会では作中の印象的なシーンを再現、トリガーによるアニメ制作資料展示なども実施します、うん、またライオス一行の撮り下ろしボイスや多数のフォトスポットにより迷宮探索を楽しんでいただける内容となっております。展覧会ショップコーナーでは本店書き下ろしイラストを使用したイベントオリジナルグッズも販売予定。4月27日土曜日から5月6日月曜日祝日に東京空町5階スペース634で開催です。イベント詳細は2月に発表予定、続報をお楽しみに。楽しみ、楽しみ、すごいね。麺麺なの、告知大事なはずになんか麺に気が取られるっていう斬新なスタイル、ね、すごいいい感じですか。いってみますよ。はい、うん、ちょうどいい。よし、じゃあこっちコーナーおしまい。麺食べよ、麺こっちおしまい。あー、ごめんなさい、みんな、わーい。え、あ、食べてからじゃないの、食べながらか。じゃあ、以上ダンジョン飯からのお知らせでした。ダンジョン飯、麺粉がないよ。そろそろ本日のメニュー、水炊きを食べ終わる時間なんで、ラジオもエンディングです。なんだってラジオもエンディングですしか分からなかったぞ。だってこの状態でいけって言うから。この状態でいけって言うから。めちゃくちゃうめえ。やっぱ鍋食べ進めていくとスープがちょっと濃くなるというか煮詰まるじゃないですか、うんうん、それがまた麺に合っていいですね。本当に、いやマジで本当に麺ありがとう。めちゃくちゃいい茹で加減です。いい感じだよね。ありがとうございます。最高だったよ。ただ個人的にすっげえ不安なのが、食事しながら撮ったと、うん、めちゃめちゃ緩かったじゃないですか、うん、映像ないじゃないですか、うんうん、聞いてる人どんな感じなんだろう。確かに多分みんな今ガスコンロ出してますよ。あ、ガチャガチャガチャ。食べてる人は、あ、見てる、聞いてる人、食べてる人じゃない、食べてる人じゃない、食べてる人、ね、ご賞味いただいてますからラジオ。いやー、うん、いやー、でも本当だからこのラジオをこれからやる場合は事前にお昼とか、うん、夕ご飯とか、うん、まあタイムその収録のタイミングによると思うんですけど、うん、食べずに来ないとまずいっすね。そうですね、うん、これちょっとやばいですね。思った以上にちゃんとがっつりご飯本当にめちゃくちゃありがたい。本当にありがたいぐらいご飯食べさせてもらってますからね、うん、本当に、まあ、野菜もタンパク質もね、食物繊維も取れて、うんうん、で最後炭水化物で締めると、やばいなこの後、ね、眠くて次の仕事大丈夫かなってなっちゃうけど確かに、でもめっちゃ楽しい、楽しい楽しい第1回でした。本当にありがとうございま す, と, いますということで、この番組ですがちょっと待ってくださいね待とう。この番組ですが毎月1回放送されます、はい、次回も何かを食べながらお届けしていきます。はい、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。各コーナー、そして作品を見た感想などメッセージはメールフォームからお送りください。そして温泉プレミアムサポーターに向けた限定配信、ダンジョン飯迷宮探索ラジオ別ボラもありますので、プレミアムサポーターの方はぜひお聞きください。はい、そしてトマリさん、本日お付き合いいただいてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました、ね、来てください、よければ、うん、はい、ご飯食べに来ます、ね、お願いします。ということで、ここまでのお相手はライオス役の熊谷健太郎と、マルシル役の千本木さやかと、チルチェック役の泊まりあすなでした。ごちそうさまでした。